お願いします。よー、熱いよこれ。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、暑いです。自宅になりながらも体服を着ている監督ラボの監督です。あーち声が響くので窓を閉めているのと、エアコンもですね音が入るので切ってみます。サウナ状態です。今回なんですけども、こちら何かと言います。皆さんこちらの動画見ましたでしょうか。はい、というわけでですね、目的があります。フィギュアを当てること。フィギュアゲットならずというわけでですね、悶々としていたわけでありますよ。今回2000円オフクーポンがですね、ペイペイフリマから出まして、監督欲しかった煉獄杏寿郎のフィギュア、そして炭治郎のフィギュア欲しいなというわけでですね、出品者さんにこの杏寿郎のフィギュアともう一個出してる炭治郎セットにしてこの金額で売ってくれませんかというですね、交渉したところ見事 OK 出ました。元々の金額が8400円なんですけども、クーポンを使用しまして6720円で購入させていただきました。というわけでですね、今回はフィギュアの回収してどうすんだって、ほんと1時間くらい前にですね到着したので開封していきたいと思います。開けていきたいと思います。ダンちゃん使います。あ、楽でいいわ。はい、では早速開けていきたいと思います。これが欲しかったんです。はい、おお、はい、ちなみになんですけども、元々の出品のやつにですねこのクリアボトルが入ってたので、さらにまた2つ増えました。ちょっと見てみます。善逸2つ目、こちら、お、やった、伊之助です。これは持ってないんで嬉しいですね。しかも伊之助は推しなんで、これもですね使っていきたいなと思います。この1番くじなんですけども、最後の1枚を引いた人にラストワン賞というものがですねありまして、この煉獄杏寿郎 B 賞の色が違うバージョンで、監督色的にラストワンの方が好きだったので、今回ラストワンをお迎えしております。おお、うわ、でけえ。動画で見るよりもでけえな。このラストワン賞ってくじが確かに70とか80とかある中の最後の1個を取らなかったら手に入れられない、もうまさにレア中のレアですね。それがかなりお安くゲットできて大満足ですね。そしてこれの方がでかいですよ。段ボールがでかすぎるんですよ。おい、はい、というわけでこちらかまど炭治郎の A 賞のフィギュアです。見てこの大きさ。ちなみにこれがラストワン賞です。炭治郎どんだけでかいの。開けていきたいと思います。安くない買い物なんですけども、炭治郎まず開けてみようか。これは本当はですねゲットする予定はなかったんですけども、いろいろですね動画を見ていると、これは今買い時だなっていうね、購入をしちゃいました。まあ、ただね、最近ちょっとフィギュアめちゃくちゃ買いまくってまして、部屋がフィギュアにまみれてきました。このフィギュア買ってるオタクの皆さんはどうしてます？お尻にしまってんですか？飾りたい派なんで、監督はフィギュアを買いすぎてフィギュアケースを買うお金がないんですよね。これなんか2つに分かれているとかではなくて、こう開けてからのこう開くみたいな。おー、見てください、めちゃくちゃでかいです。どう、あー、これもダンちゃんですね。はい、おお、でかっ。はい、これも監督ね欲しい要素の一つなんですけども、かまど炭治郎の名札っていうのかな、これ。あー、ほんとだ、木だ、木でこれできてます。そして超小型の日輪刀もお出迎えします。炭治郎、うおー、ちょっと見てこれ、幽霊舞、このスケール感。はい、この足の筋肉、服のシワと、あとこのパーツね、グーンとして、もうこれ680円に当たったらやばいよね。ではラストワン煉獄さん開けていきたいと思います。最終的にです、監督10回やったんですけども、それでまあ6800円で、今回この炭治郎と煉獄さんでだいたいもう7000円ぐらい使ってるので、まあ要するに20回ぐらい引いたってわけですよね。はい、というわけで杏寿郎、はい、でけえ。なんかこの名札、これすごいなんかしなってんです。パキッと割れたらちょっとまあ厚さでしなってんのかな。炭治郎はピシッとしてますもんね。こっち煉獄杏寿郎の方なんですけども、そしてこちらが杏寿郎の刀。ちっちゃいんだけど、ここにね悪鬼滅殺ってね、これ見える見える、頑張るんだ。ここに合わせてほしいんです。押し来た。あ、ちょっと近すぎるか無理か。はい、悪鬼滅殺ってここに書いてんですよ。すっごい細かっ。おお、うわ、見てよ。うわ、これはこっ
ちかな。よーし、煉獄杏寿郎 B 賞とラストワン、大きな違いは B 賞はこれクリアパーツになってるんですけども、ラストワンは炎が着色されてるんですよ。かつこのね、炎がバーってやってここの辺とかが B 賞と比べて光がこの手の部分とかが赤くなってるんですよね。ちょっと見てこれ、ピント合わせてよちょっとピント合わせて。あ、来た。あー、うわー、かっこいい。このマントのカラーがいいよね。炎がまとわりついてきてる。うわー、すーごい。炎がめっちゃぶっといのね。もうこれ鶏肉みたいになってるんですけど、この炎がね、やっぱねこの B 賞と比べて好きなんですよね。ピント合わねえなこれ。あ、そう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 、そうです。ほら見てこれ、なんかめっちゃ美味しそうじゃない、この炎。炎の呼吸。はい、これはね常に飾っておきたい、そんなフィギュアですね。そして煉獄さんと合わせると、うわー、迫力すげーわー。くじで当たんだよこういうの。いや当たってないけどさ、いやー熱いよこれ、熱い戦いだわもうこれ。ちょっと現実の世界は熱いけど。はい、というわけでこちら開封させていただきました。もう大満足ですね。これはちょっとねちゃんと家に飾っておきたいなと思います。いやすごい。今回はですね、鬼滅の刃一番くじ黎明に刃を持て、こちらのですね A 賞の浜戸炭治郎フィギュアとラストワン煉獄杏寿郎フィギュアを開封させていただきました。今回はですねペイペイフリマで買わせていただいたんですが、くじで引きたいよな。はい、というわけでですね、監督ラボ、まあ、鬼滅の刃大好きなんですけども、それ以外にもですねガジェットだったり好きな映画だったりはですね徹底的にレビューをしておりますので、もし興味ある方チャンネル登録していただけますと嬉しいです。というわけでですね、また次の動画で会いましょう。交渉した頃色的にラストワンの方が好きだったので、もうラストラン炭治郎まず開けてみよう、開けてみよう。杏寿郎のさこの名札なんかすごいしなってんだって、これすごいなんかしなって、鬼滅の刃一番くじ黎明の鬼滅の刃